後藤祐樹氏引退表明の朝倉未来に感謝、挑戦したおかげで今またこうした活動ができている。後藤祐樹、本名同じ、1986年、昭和61年7月10日、1からは、日本の政治家、男性モデル、元歌手、YouTuber、アマチュアキックボクサー。千葉県八街市議会議員1期エクセリング所属かつては勇気ゆき名義で EE ジャンプのメンバーとして活動していた歌手だった EE ジャンプ脱退後本名名義でコラムニスト活動も行っていた後藤真希の弟東京都江戸川区出身後藤家の4人目の子供として生まれる1父は建設会社に勤務。丈は3人とも女ばかりで、初めて生まれた男だった。東京都江戸川区江戸川の一軒家で、姉、父母、祖母の7人で暮らしていた、一。小学校4年生の頃の1996年、ヤマトを趣味にしていた父がロッククライミング中に転落死した。小学校5年か6年の頃、学校で放火事件を起こし、図工室はほぼ全焼。全校生徒は一時校庭に避難する大騒ぎになった、1。江戸川区立水江第三中学校卒業。千葉、八街市議の後藤祐樹氏が29日、X を更新し、格闘技からの引退を表明した朝倉未来に感謝を伝えた。後藤氏は、朝倉未来さん、視野お疲れ様でした。未来さんに挑戦したおかげで今またこうした活動ができている。1000万企画、ブレイキングダウンを通して僕を知らない世代の方にも応援してもらえるきっかけを作ってくれた方ですと切り出した。後藤氏は2021年に朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円の企画で朝倉と対戦。その後、芸能活動を再開し、1分間格闘技、ブレイキングダウン、ブレイキングダウンに出場するなどして、表舞台に返り咲くきっかけとなり、昨年の八街市議選での当選にもつながっていた。後藤氏は、未来さんの格闘技界への貢献は凄まじいものです。少し上の世代の僕たちは K-1、プライド、ヒーローズ、ダイナマイトの世代ですが、ここまで素人も含め格闘技人口が増えたのは紛れもなく未来さんのおかげです。しばらくゆっくり休まれてくださいと朝倉の功績を称えた。